ジアリールエテンは、二つの方向属有機元が、エテンの1、2にそれぞれ結合した、化合物を示す故障。その名称だけからは、スチルベンなども含まれるが、近年は特に、効率の高いフォトクロミック反応を示す1、2、ジチエニルエテンの誘導体群を指す故障として、用いられる。1988年に、九州大学の入江正弘らによって、初めて合成。 報告された。ジアリールエテンのエテン部と1、2位の地換気は適切な波長の光を照射することによって閉環し、六音環状構造を形成する。反対に、環状のジアリールエテンに別の波長の光を照射すると、開環して元の構造に戻る。構造を適切に収縮することで、開環閉環構造での色や、 変化に必要な光の波長を変化させることができる。ジアリールエテンは他のフォトクロミック物質に比べて繰り返し特性や、両位生態の熱安定性に優れ、また、結晶状態でも、化学的にフォトクロミック現象を示すなどの特性を持つ。光によって、化学的読み書きする大容量メディアなどへの応用が考えられている。マサヒロアイリー、マサアキモーリー。 j o r g ケム、m 1 9 8 8 5 3 8 0 3マサヒロアイリー聖夜小畑マサシホリチサイエンス2001-291-1769マサカズ森本マサヒロアイリーケムコミューン2005 3895http コロンスラッシュスラッシュ www.nanonet.go.jp スラッシュジャパニーズスラッシュ mailmage スラッシュ2003スラッシュ 031a.html ありがとうございます。